カンティンフラスはメキシコ生まれの俳優、コメディアン。メキシコの首都メキシコシティで12人兄弟の6番目に生まれた。ボクシング選手や闘牛士などの様々な職業を経験した後、1930年代にコメディアンとして成功し、多くのメキシコ映画に出演した。第二次世界大戦後には複数のアメリカ映画に出演し人気を博し、百五十六年には、 80日間世界一周でゴールデングローブ商談優勝を受賞するなどその演技が高い評価を受けた。またアメリカではテレビ番組にも出演し人気を博した。1960年代以降は主にメキシコやスペインをはじめとするスペイン語圏の多くの映画に出演したほか自ら映画制作会社カンティンフラスフィルムを経営し、 メキシコシティに本社を置き映画やアニメーション作品の制作を行った。また、晩年にはメキシコ俳優協会の会長を務め、後進の育成に努めた。その演技が高い評価と人気を得たのみならず、自身が稼いだ莫大な出演費や賞金の多くをメキシコなど中南米諸国の恵まれない立場の人々へ寄付したことでも知られる。このこともあり、 母国メキシコをはじめとする中南米では、現在に至るまで最も高い尊敬を受ける俳優の一人であり、1993年にガンで死去した際の葬儀は国葬級の扱いを受けた。なお、チャールズ・チャップリンは、その表々とした芸風に敬意を表し、世界で最も偉大なコメディアンと評した。また、その長年の映画界に対する貢献が称えられ、 アメリカのカリフォルニア州ハリウッドのハリウッドをクオブ、フェームに名前が刻まれている。ありがとうございます。